皆さんこんにちは、浅井直樹子と申します。ナックジェです。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。今日は、ナックジェさんがあのベースについてのお話をしてくださるとう。あ、そうですね。最近、はい、あのベースについてコメントをいただくことが増えてきたのと、はい、あのね、アコースティックギターはあの紹介、はい、紹介しました、ね。はい、ベースしたことないですよね。そうなんです。それであのベースの使ってるベースの、まあ、機材を紹介しようと思うんですけど、はい、まあ、その前にあのベースについてちょっと知っていただこうっていうことで、はいはい、ベースって何ですかね。ベースといえばあのやっぱギターとかよりもあの低いところであの、まあ、バンドとかやった時にそのあ、そうですね、低音で支えるというイメージですね。ボトムを支える、はい、だからあのーね、ベースのリズムとかそのテンポでその案内、はい、コードの案内とか、まあ、あまりその目立つ音ではないんだけど、その、まあ、とても重要な役割をしているという。実に地味な、はい、まあ、でもね、ベースないのとあるのとでは全然違いますので。あ、違ったりしますね、はいはい。でベース調弦、まあ、チューニングが、まあ、ギターの、まあ、6、5、4とか下の4弦が同じ音なんですよね。ミラレソですよ、はい。ただこの音程がやっぱり違って、はい、ちょっと6弦、1オクターブ下なんですね。そうですね、ちょっと6弦を6弦場所がここなんで、あ、そこなんですね、同じ音は。だから、楽譜上では、はい、ベースのここと、はい、ギターの6弦が同じ場所、はい、だここ、こう、ちょっとチューニングを動かして、で、さらにその下、オクターブ下まであるとです、はい、そうそう、あの5フレット、4弦から下に行くと、これ、ウクレレのチューニングですね。あ、はい、ちょっと これが、あ、これが、ね、もうちょっとウクレレは上なんですかね。はい、そうですね。タンタンタンですね。タンウクレレですね。はいはい。はい、さてこの音階です。はい、音階ってあの誰が発見したか。誰が発見した。いや絶対知らないですけど。いやいや、はい、習ってます。で何、え、学校で？学校でな。いませんでした。あ、うちの学校ではそういうことは教えてなかったと思います。僕多分朝比奈さんと同じ中学校中学校の後輩だと思います。中学、はい、それは間違いないです。はい、はい、まあ、同じ時期にはいなかったと思うんですか。はい、はい、あのどなたですか。ピタゴラスですね。ああ、ハンマーで、はい、金属を叩くとかハンマーの大きさによって音が違うという。ああ、それを発見したんですね、ピタゴラスさんが。気がついたんですね。はい、ピタゴラス言ったら BC ですよね。紀元前。紀元前。もう日本だと、え、縄文時代ですかね。縄文時代。あ、そうなんです。めっちゃ古いですね。ではベースのがどうやってできたか。はい。って言いますと、はい、ビオローネ。はい。そういう。ビオローネという楽器があったんですか。楽器があったんですね。ベースができる前に。まあ、あったんです。はい。そこから、ベースに、ベースというかあのコントラバスに発展した。はいはい、と言われてるんですね。はい、このビオラネっていうのは何かというと、はい、ビオラ・ダ・ガンバっていう、まあ、これもイタリア語なんですけど、ビオラ・デ・ガンバ、そうそう、はい、そういうあの楽器のシリーズがあって、はい、フレットがついて、はい、形がなんかあの写真見せれなくて申し訳ないんですけど、あの洋なし、あれなんていうんですか、あ、マンドリンみたいな形ですか。フラットマンドリンじゃない方のマンドリンの感じで、はいはい、何種類かあったうちの一番低いやつが、はい、ビオローネで、はい、それがコントラバスになったと言われてるんですよね。はい、ビオラでガンバ、はい、どっから来たかというと、はい、再現楽器、こうあの弓で擦る、はい、あのちょっと書くと思うけど、はい、あの弓で擦る楽器を再現楽器って言うんですよ。はい、アバイオリンみたいに。そうですね、はい、それの一番古いのがペルシャの、何だっけ、バルバット、はい、っていう、はい、楽器がもう最初にあったんです。再現楽器っていうんですか、それ。そうそう、それが最初にあって、それが、アラブに行って、はい、ラバーブ、はい、
ていう、あの、羊の皮、あの羊の皮、あの三味線のみたいな感じで、はい、あの動画の、あの三味線のあれは何なんだっけ、昔は猫とか、あ、猫ですね、猫とか犬とか、そうそう、だからそういう獣の皮で胴、はい、で そこに弦を張って、はい、っていう、あのラバーブっていうその楽器に進化したんですね、はい、進化したのか当時流行ってた音楽にそっちの方が適応したのか、はい、それも弓で弾く、そうですね、再現楽器ですね、って言ったら立てて弾いてたんでしょうかね、いやどうかわからないんですけど、はい、その時、そのラバーブになった時にフレットがなくなったそうですね、はい、あ、はいはい、なんか邪魔だったのか、その時流行ってた音楽がない方が便利だったのかもしれないですけど、はい、でそれが中国に渡って二胡になったんです、あ、はい、ほんでそのラバーブとレベックという楽器になります、はい、あの、はい、用なし型なんていうんですか、まあ、さっきの、はい、マンドリン、用なしってあのへこんでるやつですか、ちょっと用なしはこういう、あ、そうです、ちょっと下が太くなったような形で、用なしをこう半分に切った感じのボディになって、はい、それが、レベックっていう、はいはい、楽器にまた進化するんですね、はい、そのレベックがですね、いろんな大きさのもんが出そうなんですよ、はい、まあ、立ち上がってこう弾くタイプのものとか、はい、あとは座ったままこう、ね、首に挟んで弾くタイプのものとかが、はい、に進化して、首に挟んで弾くといえばバイオリンですね、そうですね、はい、そういうものにそのまた多分音楽 その発展によってその楽器が対応していたんだと思うんですけど、はい、その立って弾く方にフレットがついて、ビオラダガンバっていうこの楽器のシリーズができて、はい、で座って弾く、この首に挟んで弾く割と小さめの楽器の方はフレットがなくなって、はい、バイオリンの祖となったっていう話なんですよね、はい、ただしバイオリンってその突然あの形で生まれてきたそうですね、そうなんですか、はい、なんか調べて、いろいろ調べてみても、なんかみんなあの形どこから発生したのかわからないみたいな、そうですね、はい、多分未来でもあれ初めてあの形を作った人すごいですよね、すごいですね、それが、はい、あのなんですか、アントニオ・アマティさんですね、はい、はい、あ、バイオリンを初めて作られた、はい、誰っていう誰って思ってます、ストラトバリウのお師匠さんなんですね、それ、あのストラディバリウスのバイオリンを作った人の師匠、師匠になるんですね、だからあのバイオリンってあのずっとあの形なんですよ、あの、あの発想はすごいですね、すごいですね、あの形、それこそなんでかなり特殊な形ですよね、そうですよね、あのギターは割と素直な、ね、ここ足乗せるからここへこんでみたいな形なんですけど、はいはいはい、ね、バイオリンってあのこのヘッドのとこくるくるってなってたり、ああ、そうそうそう、あれすごい発想ですね、か何からあれを思 い, いそれはもう未来人がやってきたとしか思えないですよね、あ、そうですねそうですね、そうですね、きっとそうですね、いやだけど不思議ですね、不思議な楽とかやって、はい、はい、もしご存知の方がいらっしゃったら、はい、はい、はい、ぜひ、はい、長生きの方がいらっしゃったか、あ、その頃生きてた方、そう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 、はい、エルフみたいな方がいらっしゃったらまた教えていただければ、はい、ほんでだからバイオリンがチェロ、大きくなってチェロになったんですけど、はい、チェロからコントラバスになったわけじゃなくて、はい、ビオラダガンバの一番大きいビオローナっていうやつがコントラバスに発展したんですね、だから族が違うって書いてあるんだけど、はい、まあ演者さん、まあ、演者さんからすると、はい、なんかそのそんなことあんま関係ないですよね、自分がやっぱりその弾きやすいようにしたいから、はいはい、現場ではあんまりそんなこと考えてなかったかもしれないですね、こっちはこっち、こっちはこっちみたいな考え方はなかったかもしれない、だって作ってる職人さんが別々ということも考えにくいですね、はい、だからこれちょっと弾きにくいからって言って、だからコントラバスっていろんな後ろがボコって出たり平らだったりいろんな形があるんだけど、はい、だからバイオリンみたいにきちっとあの形じゃなくていろんな形があるのは、いろいろ種類あるんですね、それはだからその
バイリンの発想から来てるものと、はい、そのビオラダガンバの方から来てるものと、はい、なんか混在したんじゃないかなというのが私の勝手な憶測です。だからそこから、コントラバスっていう、はい、コントラバスって言ったら日本でオトベースって言いますよね。あ、言いますね。オトベースっていうのが割と一般的なのか。そうですね、これは和製英語らしくて、はい、あの知り合いの人があのアメリカの現場で音楽の現場でいた時に、はい、ウッドベースって言ったらそれは何だって言われて通じないんです、ね、通じないですね。日本ではやっぱりあの朝日さんカントリーのバンドされてますけど、はい、ベースの方ウッドベースって言いますね、ね、あんまりコントラバスっていうの聞かないですね。メンバー紹介する時も、はい、コントラバス聞かないですね。あのあ その時はもうベースとかベースのとかはい、ウッドベースっていうこともある。だからそのウッドベースっていう言葉が和製英語がどうしてできたかというと、これもちょっと憶測なんですけど、エレキベースと区別するためじゃないかと、はい、あれですよね。エレキベースも、まあ、楽器って大体ウッドで木でできてますよね。そうですね、木でできてますね。だからそのウッドベースというよりも私的にはエレキベースに対するアコースティックベースっていうイメージがしますけどね。アコースティックベースはまあ一応これですね、アコベ。あ、これアコースティックベース。アコースティックベースですね。はい。これはウッドベースって言わないですもんね。あ、言わないですね。でもウッドではできてるけど。あ、そうですね、うん。はい。誰がウッドベースって言い出したんでしょうね。そうですね。不思議ですよね。不思議ですね。はい。コントラバスからじゃあエレキベースができたかというと、はい、違うんですよね。あ、違うんですね。エレキベースっていうのはエレキギターからできたんですよね。あ、はい。まあその辺はまたちょっと。はい。次の動画で、はい、良いお話をありがとうございました、はいはい、じゃあ続きはまた次回の動画ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。朝比奈由紀子でした。ナクジェでした。